スミソニアン博物館の本部であるスミソニアン・インスティテューション・ビルディング。スミソニアン博物館は、アメリカを代表する、科学、産業、技術、芸術、自然史の博物館群、教育研究機関複合体の呼び名。スミソニアン学術協会が運営している。イギリスの貴族初代ノーサンバランド校、ヒューパーシーの私生児で科学者でもあったジェームズ・スミソンが、 莫大な財産を残して1829年に死去した。亡くなる間際に全財産を知識の普及と向上のためにアメリカ合衆国に寄贈するように遺言した。イタリアで池を引き取った彼が訪れたことすらないアメリカに遺贈した理由はよくわかっていない。相続に関する権利関係が整理された1846年にスミソンの遺産を元手にワシントン特別区に スミソニアン協会が設立された。スミソニアン博物館は、スミソニアン協会が運営する19の博物館並びに研究センターの施設群であり、多くはワシントン DC の中心部にあるナショナルモールに設けられているが、ニューヨーク市、バージニア州、アリゾナ州、メリーランド州や海外に置かれたものも含まれる。収集物は1億4200万点にも及ぶ。 運営資金はアメリカ合衆国連邦政府の財源及び寄付、寄贈、ミュージアムショップ、出版物からの利益で賄われているため入場料は無料である。世界各国の本物の航空機を展示している国立航空宇宙博物館は特に有名で月の石の企画展示を行い、また広島の原爆展の企画でも知られている。他に国立アメリカ歴史博物館、 産業、技術史の博物館や、国立アメリカインディアン博物館などもある。それら9つの博物館とナショナルギャラリーは、国会議事堂前に展開する広い道路、ナショナルモールの両脇に配置され、一帯は広大な博物館地域となっている。国立動物園等は、ワシントン DC の他地域に、クーパー・ヒュイット国立デザイン博物館、国立アメリカインディアン博物館が管轄する。 ジョージグスタッフ兵センターはニューヨーク市にある。これに類する博物館群は他の国ではほとんど例を見ず、ドイツのベルリン美術館も複数の美術館、博物館群だが規模が比較の対象にならない。スミソニアン博物館はスミソニアンイヤーという年報を出版している。1971年12月に十カ国造商会議が開催され合意した。 国際通貨に関する一連の措置をスミソニアン協定と呼ぶ。2009年に公開された映画ナイトミュージアムにはこの博物館が舞台である。恐竜ホールは2014年4月末から5年間改装のため閉鎖されている。シリーズ1作目ナイトミュージアムはアメリカ自然史博物館3作目ナイトミュージアムエジプト王の秘密は大英博物館が舞台である。 様々な飛行機が国立航空宇宙博物館で展示されている。最も有名、ジョーダン・フォード・トライモーター及びナグラス DC-3、発行年順、ありがとうございます。